六六組のエンタメラボへようこそ。六六組のペチとキメラジと長男ヤンキーことサクです。注文完了。何を注文したんでしょうか。ジャニーズ事務所に勝手に書類を送ってくれる親族を注文しました。絶対そうなんだよな。あれ全エピソードそうだもん。やっぱ送ってくれる人がいたら人生変わってたかもしれないよね。変わってないと思う。寿司食いね。時代時代。というわけで真犯人フラグ真相編最終話直前考察よっ。うわいや考え深くて今。いやほんまに最終話って考えたんだけど、うん、最終話直前考察っていうのが考え深すぎて。いやそうだね。変な鳴き声が出ました。そうなんですよ。もう最初で最後ですから。いやそうだね、うん、半年間やったこの最高の考察も最後になりましたね。終わっちゃうのか。これはもうなんかやっぱ卒業シーズンと被って卒業ですよ。いや本当にね、あの感じがする、うん、するね、うん、確かにね。ということでただドラマを振り返ってみるとまだまだ真犯人が誰かっていうのは分からない状況ですね。そうだね、うん、これもすごいことで、すごいすごいよ、ね、本当にねコメントを全部読ませていただきましたが、ちょうど50対50なんだすごいな。あのもう1ミリたりともズレがない。そんなことある見た。すごいなってぐらい、あやっぱそうだよね、はい、あやっぱそうなんだみたいな、うん、もう一気一憂してんのよ僕は、うん、ってぐらい考察が盛り上がってるので、うん、やっぱりね真犯人を見つけるっていうのも一つの楽しみだし、うん、まあドラマ自体を楽しむっていうのが僕らの最大の目的なのでね、最後の最後まで僕たちとねこの真犯人フラグを味わい尽くしていただければと思いますので、ぜひ今日も最後までよろしくお願いいたします。というわけで真犯人フラグの動画スケジュールはですね、一応今日が直前考察でラストですが、日曜日にね本当に振り返るみたいな形で思い出を振り返りつつ最後の最後まで考察しようみたいな回も上がりましたし、もちろん月曜日にも動画が上がりますのでね、まだまだ楽しむ要素ありますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。というわけでですね、本日もやっていきたいと思いますが、今回の動画なんですけども、うん、水曜日に僕たちは川村説っていうのをかなり検証しましたよね、うんうん、でそれの後半みたいな感じでね今回はやっていきたいと思いますので、本日は日野説のコメントをもとに考察してってですね、最終的にどっちの可能性が高いのかっていうのをね結論付けていきたいと思いますが、まあ先に言っておきたいのはですね、まあ今回のこの動画も水曜日と同じようなことは言うと思います、はい、うん、っていうのもですね、日野説の検証って結局は川村説をなくすことでもあるんだよね、ちょっと、うんうんそうね、うん、川村をいかに白にすることによって日野を黒にするかみたいな、うん、とこもあるので、割と川村説で話したことも話すとは思いますけども、まあ、とにかく前半と後半をね合わせて見ていただくのが一番楽しめる方法なのかなと思いますので、ぜひ水曜日の動画も合わせてお願いいたします。ということで本日の日野説をまずは紹介していきたいと思いますが、最初のコメントですね、19話の主要人物の行動の真意についてね、うん、コメントが来ておりまして、やっぱりこの19話の動きっていうのがね真犯人特定にかなり重要ではあると思いますので、そこをやっていきたいと思いますが、今濃厚になってるのはやっぱり二宮が真犯人をあぶり出そうとしてるっていうのはかなり濃厚ですよね、うんうん、で前回のね真犯人川村説の時は二宮は川村をおびき寄せたっていう考察が多かったけども、うん、やっぱり日野犯人説になると今度は二宮は日野をあぶり出したんじゃないかってコメントが多いので、それを紹介していきたいと思います。てるちゃんさん、川村が小説を載せた写メの場所を突き止めたシーンがありましたが、その後に部屋に乗り込んで二宮に会って話をして真犯人をあぶり出す作戦を二人で実行したんだと思います、ということで、まあこのコメントもかなり多くてですね、はい、というのもね、あの扉の前で写真を撮ったっていうことはやっぱりあの中に二宮がいた可能性っていうのも高いんじゃないかなってことですね。なるほど。となるとあの後に二宮と会って真犯人をあぶり出す作戦をあそこで考えたんじゃないかっていう説はかなりありましたね、やっぱり。そうね。なるほど、うん、じゃあ20話でその回想シーンが見れるというそういうことだね。でさらにですね、このあぶり出し作戦でやっぱり鍵になるのは二宮の総体の件ですよね、うんうんうん、これがどういう意味なのかっていうのがかなり重要になってきて、そこについてもコメントが来てます。アンツさん、凌介にも二宮たちの真犯人をあぶり出す作戦を伝えていたとしたら、あの市場の時を出ていく時に凌介が出した二宮の金体表もわざと見せたってことだと思うんですよね。確か二宮は凌介とあの日に会社にいて総体は実際にはしてないはずですし、だから凌介も二宮が帰った時間を知っているはずですから、だとしたら日野にわざわざ嘘を言ったってことになりますから、そんなことを言う必要もないと思いますし、ということで、うん、まあ僕らもねこれは話してたんですけども、日野真犯人予想の方はやっぱり二宮の総体っていうのも嘘で、ということは日野の炙り出しに凌介も協力してたっていう予想にはなってるわけで、うん、ここをねさらにちょっと今日は考察していきたいんだけども、凌介が日野に見せた二宮の金体表ですけども、あれを確認するとですね、失踪
当日二宮は16時53分に早退してるんだよね、うん、で改めて1話をね再度確認してみたんですけども、配送トラブルが一段落した時の時計は16時44分だったんですよ。なんか一段落してさ、凌介が美味しいコーヒー用意してるよみたいな話してた時、あの時に時計が映ったんだけども、それが16時44分だったんですね、うんうん、でさらにその後に凌介は二宮に本当にありがとうねみたいな感じで話してるんだよね。なるほど、うん、でそこで部長も交えてある程度雑談をしてるみたいな場面も映っててですね、ただその後に凌介が会社を出る19時の様子、この時は二宮はいなかったっていうのが今分かってる状況なんですよ。となると、まあ一応時系列的には16時53分に二宮が早退しててもおかしくはないんだよね。まあそうだね。そう、うん、ただまあさすがに凌介とね普通に話してた16時44分から10分足らずで退勤してるというか、まあ早退してるっていうのはやっぱりちょっと考えにくい気はするよね。そうだ、だいぶせわしいよね。せわしい。まあさらにね、事件当日のさ一番大事な日じゃないですか。そうね、そこの早退をさすがに凌介も今まで忘れてるかなっていうのはあるよね。確かにな。まあね、うん、まあここはね筋金入りの凌介はポンコツだから、ね、二宮は疑ってなかったから気づきませんでしたって言われたらそれまでなんだけども、さすがにこの日実は早退してたっていうのはアンツさんの言ってる通り嘘の可能性は高いかなとは思うんですよ、うん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 、ただここもねまた難しい点があってですね、はい、さらに深掘りしていくとですね、19話の中盤で、まあ、光がね橘の元に行きたいんだよって LINE をしてて、まあ、それに返信しながら凌介は会社を出るシーンっていうのがあるんだけども、はい、その時にこの二宮の退勤表をカバンにしまうシーンが映るんですよ。あ、ありましたね、うん、でそこをね一時停止してみるとすでに早退1って書かれた二宮の退勤表になってるんですよ。あら、うん、要は19話の最後に日野に見せた紙と同じことが書いてある紙をその時点でもうしまってるんだよね。なるほど、うん、ってなると振り返ってみるとですね、この直後に諸積から電話が来て初めてツイッターの文章を凌介は確認したっぽいんだよね。でさらに沢村がツイッターの第一幕の写メが撮られた場所を特定するみたいのがその後に映るんだよ。うん、なるほど。っていうことはこの時点で凌介がもうすでに偽装した勤怠表を作るっていうのはちょっと早すぎるんだよね。そうだね。そうだね。そう、時系列的にその川村の後とか、うん、そうそうそう、ツイッターを見た後だったらすんなり分かる。分かるんだよ、なんか一歩早い。そうなんですよ、凌介の行動が、うんうん、もっと言うとまだこの時点で立花が真犯人が脅されてあんなことを言ってたとかも分かってないし、うん、まあ、二宮がとにかく真帆と何か怪しい関係ですよってなっただけのタイミングなんだよ。あ、だから凌介的には本当に二宮が怪しいと思って多分勤怠表を印刷してみたみたいな可能性が高いんだよねこれって。そうなるね、うん、なのでここがすごく難しいんですけども、これがね依然として火の炙り出し作戦を押すのであればね、考えられる説としてはまず本当に二宮は早退してたと、はい、っていうのもこの土日で実家に帰るって言ってるんだよね。そうだね。だからまあ本当に実家に帰るために早退をしてたと。だから凌介は19話のこの中盤の時点では本当に二宮を疑って勤怠表とかを印刷してたけども、その後に二宮と何か話す場面があってそこで二宮が白ってことを分かって、じゃあ誰が犯人なんだ、昨日の可能性が高いなってなって、炙り出し作戦にこの勤怠表使えそうだなということで後からこれを炙り出し作戦に使おうと決めたみたいな、うんうん、その可能性の方がやっぱ高くはなってきてるんだよね。そうだね。そうだね。それはつじつまは、うん、一応あるよね。まあ二宮を疑ってしたことだったけど功を奏したっていうことかな、うん、ことかな、うん、なんかあの中盤の時点で勤怠表が相対ゼロとかだったらうわ凌介変えたやんってなったんだけども、うん、あの時点でもうすでに1なんだよね。なるほど。いやそうね、うん、ちょっと細かく見すぎかな。そうなんだ。そうこれね気づいちゃって逆に、いや確かにまんまと難しくなってる。そうだね、難しくなる。迷宮入りしちゃうわな。ということで、まあ今ねいろいろ話してて薄々気づいてると思いますけど、僕らやっぱ日の説を推してるんですよね。まあそうなるわな。出てたしな。いややっぱり、ね、これだって川村を疑ったっていいんだもんここ。正直。そうだよね、確かに、ね、うん。まあということで、まあやっぱり最後までね日野の方が可能性は高いということで話を進めていきたいんだけども、まずですね林殺しはやっぱり真犯人の可能性がかなり高いなとは思ってますよね。うん、二宮でもなければマリナとかトドルキもね一応北海道にいたってアリバイもあるし、そうなると結構真
犯人しかもう残ってないっていうところがあるからね。ただここで川村に関しては20話で林殺しは二宮だろってすごく問いただしてるんだよね。うん、うん、っていうことは自分が真犯人で林殺しをしてたんだとしたら、うん、二宮を問いただすっていうのはやっぱりリスクしかないと思うんだよね。うん、そうだね、うん、やっぱそこを見ると川村がね林殺しをしてたっていうのはちょっと考えにくいっていうのがまずあったり、うん、あとはコメントでも来てたんだけども、ゆめしゃんさんとかはそういえばゴーラが出演してから林殺しに関わってるんじゃないかって川村疑ってましたよねってことはやっぱり日野ってコメントが来てて、うん、やっぱり真犯人川村が林殺しをしてたならゴーラを疑うっていうのもちょっと不可解な行動だよね。ね、そうだね、うんうん、なんかコメントでも林殺しに関しては真犯人ではないんじゃないかってコメントも結構来てるんですよ。はいはい、ただもしそうだったとしても林殺しの包丁が相良家から見つかったってとこを見ると、うん、ゴーラを通して真犯人が林殺しに間接的に関係してたっていうのはやっぱりほぼ間違いないよね。うん、うん、ってなるとその時点で川村がゴーラを探るっていうのは真犯人とゴーラっていうのはズブズブな関係だからやっぱり説明はつかない気がするんだよね。うん、そう、うん、やっぱ二人のシーンでも川村がゴーラに疑いかかって喋りかけてるから、はい、そのね真犯人とゴーラがズブズブだっていう可能性が高いっていう話をしたから、うん、その二人のシーンの説明がどうなるのってなるんだよ。いやそうなんだよね。なんでそんなよそよそシーンだと、もっとがっつり計画のこと話せばいいのに。そうだよね、うん、そこがやっぱ疑問だね。疑問だよね。でさらにね予告で言うとね川村が答え合わせさせてもらうよみたいなことも言ってるんだよ。うん、で多分これって二宮に言ってると思うんだけども、うん、やっぱり自分が真犯人ならそんなリスクあるようなことは言わない気はするんだよね。うん、となるとやっぱり二宮を本当に犯人だと思ってるのか、もしくは二宮と組んで犯人をあぶり出そうとしてるのか、うんうんうん、これがかなり濃厚にはなってくるよね。いやまあそのどっちかにはなるよね必ず。うん、なんかね日野の真犯人説を推すっていうよりは、うん、川村が真犯人とは思えない行動が多いっていうのが、そうだね、皆さんも聞いてて納得のいかない場面ではある気はするんだよね。そう、うん、日野をしてないから今俺らって。いやそうだね、川村が違うよって言ってるから、まあ、確かに、うん、まあ、それはしょうがないよね。うん、ってぐらいね日野がベールに包まれすぎてるから。そうだね、そうだ、か日野を裏付けるその行動とかが出てきてないからね。 そもそも逆に川村を白とする方が、ね、そうそうそう、いい、ちょっとキッチンの物を取っただけで湧いたんだから。いやまあそうだよね、それぐらい行動しないんだよ。確かにやっと動いたっていうね。いや本当にそうなんだよね。ということで、まあこの後もね、いろいろ話していきたいんだけども、やっぱこの19話に関して重要なのって、まあ炙り出しのターゲットはもちろん、炙り出しを知ってる人物って誰なんだろう、うん、っていうとこが、まあ前半から話してるけど、難しいよね。はい、そうだね、うん。まあもう僕たちはね、日野真犯人と仮定して話したいとは思うけども、川村亮介両方とも知ってるんだとしたら、まあ結構な三本芝居を二人でしてたよね。いや、めちゃくちゃしてるな。そうそうそう、うん。ここどうなんだろうね。そうだね。うん、でも少なくとも凌介は知ってる気がするけどな。なんか主人公だけ最後まで蚊帳の外って、いやそうなんだよ、ちょっとかわいそすぎない。そう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 、ていうか見せ場がないよね、凌介ないよね、うんうん、まあだから20話のあの旧行動だっけ、はいはい、あそこのシーンも凌介はトンチンカンってことだもんね。いやそうだよね。なんだなんだなんだ、なんてそう、それはちょっとありえない気がするんだよね。ありえないよね、うんうん、ってなると凌介はまず知ってる、凌介知ってる、うん、で川村に関してもだけど、そこね、やっぱツイッターで場所を特定した感じとか川村の頭の切れ具合を言うと、やっぱり分かってて二宮を犯人っていうことによって第三者を炙り出そうとしてる、そうだね、っていう風には見えるよね。いやそうだね、うん、だから川村と凌介は結構三本芝居をしてた。そうだね、ってことなのかな。川村迫真の演技だよね。だよね、かなりそう、うまいな川村。いやすごいよね、まあ、あと川村がね出ていく前に真帆に告白したことがあるんだよって言った件も、まあ真犯人が川村だとしたらちょっと言うの早すぎないと思うんだよな。そうだよね、うん、なんか自分が犯人ってバレた後にさ言うような、ね、言うならそうだね、犯行理由とかに繋がることじゃん、うん、そうそうそう、うん、だとやっぱり日野に見せつけるコメントっていうことなのかな。まあなんか日野を奮い立たせるために、うん、そうそう言ったみたいなね、コメントか、それか本当はそれを言ったのが日野だったから、うん、あえてそれを自分が言うことでちょっと日野を逆上させるためにちょっと芝居を打ったとかはあるかもしれない、ね、そうだよね、要は市場の時メンバーが演技をして、うん、日野の何かのボロを待ってるんだと思うんだよね。いやそういうことだよね、まあ、そうだね、うん、たくさん餌を撒いてるみたいな感じかもね。それなんで知ってんのっていう、うんうんうん、で日野があ、つい
ていうことよな、まあ、やっぱりね20話見ててもさ、二宮はおそらく自分が犯人かのように振る舞ってると思うんだよね、うん、でもし真犯人が川村だとしたら、そこに川村が来て二宮にお前が犯人だろって言ってたら、二宮は自分が犯人じゃなく炙り出すってことを知ってるわけだから、うんうん、いやあんたが犯人でしょって言われるリスクしかないと思うんだよね。そうだよね、うんうん、ってなるとやっぱり第三者を炙り出すため、うんうん、って思うのが普通だよね。いやそうだよ、真犯人は日野の行動があってんだよな、もう別に何も言わずに物陰から見てるっていう、そうそうそう、でその話題に入りたくないんだもん。そうだね、そう、そうなんだよ、なるべく入らない方がいいと思うんだよこの話題って。そうだよね、で勝手に犯人が出てくるのを待つというか、なんかうまいことなってんな今みたいなのを傍観するのが普通だと思うんだよな、っていう感じで、まあ19話についてはこういうとこからやっぱり川村より日野の方が可能性としては高いかなっていう感じですね、うん、まあ、このままですね他の日野真犯人説のコメントを読みながら僕たちの意見も添えていきたいと思いますが、まずは日野の外出のタイミングについてもコメントが来てまして、ひらめきマンさん、日野が実際に現場に赴いたのって記憶が正しければ一星が光を逃した時と19話ラストだけだと思うんですが、日野を真犯人だと仮定すると光を逃がされたのも真犯人にとって予定外、二宮が小説アップも予定外というように、予定外の時に必ず行動を起こしているように見えます。結構日野怪しくないですからということで、うん、まあここについても過去にかなり考察しましたけども、うん、やっぱり金弛緩剤の時もね、真犯人にとってイレギュラーがあったから現場に行ったんじゃないか、うん、っていうとこだと、まあ日野の方が怪しくはなるのかな。そうだね、うん、やっぱり元木とは何かしらつながりがあるんじゃないかと考察してるけども、うん、やっぱりあれは元木の暴走だったわけで、だからこそここは現場に行ってややこしいことが起きないようにしようって考えた、うん、だからあの時も向かったし、今回の二宮の件も何が起きてるのかよくわかんないから行ったみたいな、うん、可能性はかなり高そうではあるんだよね。そうだね、うん、まあ、ただここで難しいのは川村も現れてんだよね。いやそうなんだよね、川村も後から合流してるから、うん、別に川村が実は元木を何かしてたとか、うん、イレギュラーに対応したって可能性もゼロではないんだけど、まあね、まあ、ちょうどどっちにもフラグが立つように作られてはいるよな。いや本当にそうだと思う、うん、いや本当にねどっちでもこれいけるのよ正直、うん、でも本当初めからこの二人の二択にする予定だったって感じよね、うん、マジでって思っちゃう、思っちゃうね、うん、他だったらもうお手上げ。いやそうだね、分からなさすぎる、はい、ここからはですねちょっと真犯人そのものについて考えていきたいんだけども、そもそもこれって同時誘拐なのかどうなのかってとこも19話通してかなり話題になってて、うん、まあコメントでもね、ほんまにたまたま3人の失踪事件が重なったってことって結構来てたのよ。そうだね、うん、ただこれについてはねおそらくそうだと思うんですよ、やっぱりね真犯人は同時誘拐計画ではなかったけども2人がいなくなったことを後からうまく利用したみたいな、うんうん、方向ではあると思ってて、まあ、っていうのも失踪当日に関しては光の家出とか篤人の菱田関係の揉め事とかバタコの突然の誘拐とか、うん、とにかくイレギュラーだらけなんだよね。そこコントロールできない、できない要素ではあると思う、ある、うん、だからそこを考えるとそもそも失踪当日から計画してたっていうのはちょっと考えにくい気がするんだよ、うんうん、だからやっぱり計画ではなかったけども、まあ、いろんな人の手を借りてその後に同時誘拐に見せかけようっていう作戦に変わった、うんうんうん、っていうのがまあ濃厚ではあるのかな。そうだね、あ、そっか、うん、まあ、なので何度も言ってるけども僕ら的には真犯人は元木を使って光関係をうまく誘導してたんじゃないかって考察はしてるよね、うんうん、そうね、やっぱりね真犯人と元木がつながってないと不可解な点っていうのは多いもんね。いやそうですね、うん、その辺はちょっと過去の動画見てほしいんだけども、じゃあ篤人関係と真犯人ってどんな関わりがあるのかってとこも考察していきたいんだけども、思い出してほしいのは10話で篤人の病院に近づいた黒い影の件ですね、はいはい、うん、この時にお父さんがやったの見た、逆らったら殺されちゃうよって言ってるんですよ、うん、でこの時点で篤人洗脳を知ってるのって教団関係のみなんだよね。そうだね、うん、凌介さえまだ知らない状況だから、うん、となるとこの黒い影っていうのは真犯人の可能性が高くて、なおかつ真犯人と教団がつながってる証拠にもなるのかなと思ってて、うんうんうん、そうしないとこのセリフって出てこないよね。絶対出てこないな、うん、なのでやっぱり真犯人は教祖を裏で動かしながらバタコをうまく利用してたんじゃないか、篤人を返さないようにうまいことやってたんじゃないかって考察にはなるよね。うん、そうだね、うん、まあ、教団関係で関わりありそうなのはやっぱ教祖ぐらいしかないもんね、キャラ的に。そうそう、いやそうなの、ね、うん、バタコが実はいろいろ嘘ついてて真犯人の言うこと聞いてましたっていうのはあのキャラを見るとなさそうなんだよね、うん、ってなると教祖の方が可能性としては高いかなと思ってて、なんかインスタでもね教祖が私は真
真犯人と関わりがあるのかどうなのかみたいなことを言ってたり、当たった文言でもなんとなくそれを匂わすようなことも書いてあるのよ。あっちゃん。ってなるとやっぱり真犯人と教祖っていうのも何か関わりはありそうな気がするよと。そうだね。じゃあ真犯人と元木教祖ってどういう関係なのかってなると、まあ、ここについてはかなり大胆ですけども、元木が娘、そして教祖が嫁みたいな可能性にもなるのかなみたいなね、うん、ヤバファミリー、すごいね、激ヤバファミリー。いやちょっとこれはね正直可能性が低いと思ってて、あ、まあ、ただなぜこれを言ったかというと、やっぱり昨日は2003年の時点で指輪をしてるし、さらに奥さんが誰かっていうのも全く描かれてないみたいな、うん、その状況を考えると元木教祖と繋がれるのって日野の方がありそうじゃないかなと思うんだよね。そうだね、まあ、コメントいただいた中でもあったんだけど、名字問題も一応あって、いや、まあそうなんだ、まあね、教祖が何でしたっけ、佐藤ね、佐藤なのよ、佐藤か、よう分からん。いやだから嫁まで行く可能性は正直低いと思ってるし、娘まで行く可能性も高くはないと思ってるけど、でもやっぱこの二人と繋がれるのって川村って行けるかなっていうのはあるんだよな。いや川村は、川村どうですかね、結婚したこともないんでしょ川村って。ないし、まあ、元木の情報を売って警察に捕まえさせたみたいなのもあるし、はい、いやそうだよね、なんかな、やっぱ謎に包まれてる日野の方がここは可能性が高いのかなって感じはするよね。まあそうだね、はい、ということでですね、まあ、やっぱり川村をね白にするような説が多いんですけども、うん、まあ、日野が怪しい点っていうのも何度もね過去に言ってるので、うん、ちょっとまとめていっていきたいと思いますけども、4話ぐらいであった凌介に泣かされた話をしてた件があると思うんだけども、うん、はい、あれもやっぱり川村は凌介に泣かされたって凌介に言ってて、うん、で日野は凌介に泣かされた話を二宮と立花に言ってるんだよね、うん、まあ、その辺を見ると凌介に言ってるってことは日野が泣かされたっていうのは本当だと思うんだよね、うん、で日野が言ってた凌介に川村が泣かされたって方が嘘、本当は自分が泣かされてたっていうのがやっぱ真実だと思うから、うん、まあ、その辺根に持ってて、うん、やっぱ犯行理由に繋がったみたいのもありそうだよね。あとそっからもなんか日野のプライドの高さみたいなのが垣間見れるよね、なんか作品に対する、それもあるし、まあ、あとは何度も言ってるけども一人の描写がとにかく少ない。川村はねやっぱり一人で凌介を心配して見てるような場面もあるから、でも日野は一つもそれがないみたいなのもあるし、そうだね、川村は凌介の宅に行って励ましたりとかしてるし、うんうんうん、日野って凌介宅に励ましに行ったのって3話の1回だけなんですよ。はいはいはい、はい、まあ、それも川村がいて、そうだね、一緒に来てたね。そうでやっぱ振り返ると日野と凌介の2人が友情を感じられるシーンっていうのが極端に少ない気がするかな、うん、そうだね、とかあとはやっぱり魔法を誘拐してる可能性が限りなく高いから、うん、そうなるとやっぱり誘拐できる場所って市場の時なんじゃないか、うん、っていうのもずっと考察はしてるね、うん、そうだね、やっぱりあそこの裏部屋とかに監禁してて、うん、実は魔法ってすごい近くにいましたみたいな、うん、のの方がなんか驚く気はするよね、うん、そうだね、川村だったらどこに魔法を誘拐してたのみたいなとこもあるからね、うん、確かにそうだね、まあ、この辺も怪しいかなという感じで、日野を押すならねこの辺なんだよね正直。いやまあそうだね、まあ、あと包丁持ち出したっぽいとこ、はい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 、19話で急にそんなんが出てきたから、まあ、あれは逆にあからさまでブラフにも見えるんだけど、まあね、うん、まあその辺が川村を否定するんじゃなくて日野を押すならこの辺なのかな。そうだね、まあ割と一通り振り返ってみてやっぱ日野って結構史上の時メンバーの中で唯一捜査に本腰入れてない気もするまあ確かにね、ちょっとふわふわしてるよ、そうそうそう、バーソー丼作ってみたいな、給食のおばちゃんみたいな役割だけそうだね、もうちょっとなんか本腰入れろよという、うん、なんかその時に話題になった人に乗っかってるだけなんだよね。そうだよね、そう、二宮が怪しいなら二宮だっつったり、立花、うん、なら立花だって言ったり、うん、なんか自分の意見っていうのはあんまりない気もするしね、うん、うん、まあその辺がやっぱり怪しいかなと思うよね。うんうんうん、というふうにですね、やっぱり日野が絶対に真犯人っていうよりは川村が真犯人じゃないっぽいよねが中心にはなってしまいます。うん、まあそうだね、これはしょうがないのかな、 うん、なので僕らの基本は川村を信じたいって方なのかな、考察の、まあそうだね、気持ち的にはそうだ、ね、今まで取ってきた川村の行動を信じたい、そういうことだよ ね、 だね、やっぱり感情で最後は攻めたいかなそうもちろんね、あの19話の行動を見るとやっぱり日野の方が可能性が高いって前半で言ったのもあるし、うん、やっぱり川村の気持ちを信じたい、川村の行動を信じたいっていうところから、うん、日野の方が可能性としては高いかなっていうところで、
ち着きたいですかね。そうだね、だって凌介が報われないもんね。いや、そう、あんな必死にさ、うん、寄り添ってくれた河村に裏切られたらどうすんの凌介ってなるからね。なるね、うん、でもそれで言うともうどっちも嫌なんだよね俺は。まあね、凌介を思ったらちょっと両方嫌だけど。まあ確かにそうか、うん、親友2人ではあるから、ね、まあ確かに、まあね、うん、まだね、そう、まだ、まあ、まだね、うん、やっぱ目に見えて河村はね、うん、凌介に寄り添ってるから。いや、そうね、仲いいよね河村の方が。めちゃくちゃ仲いい、ね、うん、だって泣いてるし。いや、そうよね、凌介を思う言葉っていうのは圧倒的に多いから、多いな。そうだそうだ、うん、だからもうこれで河村だったら俺は河村を憎みます。いや、それでいいと思うよ。本当に、まあ、物語的には面白いけどね。いや、めちゃくちゃ面白いし、い全然河村が真犯人でも全然納得はする。いや、そうだよね、うん、いや、すごいなと思うのでね、うん、まあこんな感じで最後はまとめていきました、はい、ということで結局やな。いや、そうなんだよ。申し訳ないというか、申し訳ない、うん、なんか、うん、もうちょっと他の疑いが出るのかなと思ったけど、いや、そうなんだよね、ここまでなんか何もないのを引っ張られると。そうなんだよな、うん、それを引っ張ってんのは俺らが勝手にしてるだけって可能性もあるんだよね。まあね、バイアスかかってる可能性もあるけど、そうそう、うん、でもやっぱり河村を追ってけば追ってくほど白っぽい動きが多いですし、そうだ、ね、極端すぎる気もしたのよ。市場の時メンバーって絶対ピックアップ会が一人あったから、はい、ピノッチはないっていうのであると、確かに、うん、なかったね。やっぱそうなると最後にでかい花火が、うん、ね、上がる気しかしないのよ。そうだね、ということでもう楽しむだけでいこう。いや、そうだ、ラストはね、もう、いや、本当にそう、どう転んでも、うん、そう、まあ皆さん的にね、真犯人が誰っていうのが一番の楽しみならね、うん、そこを中心に考えてももちろんいいと思いますから、うん、もし日野じゃなかったら存分に僕ら笑ってくれてもいい。いや、もちろん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 、ね、ね、とにかくね、考察っていうのは楽しみ方人それぞれだから、はい、そうです、僕らはもうドラマ自体を楽しむ方向に移っていきたいかな、うん、日野当たれっていうよりはね。いや、そうですね、それよりかは楽しんでいこうっていうのはあるけども、うん、人によっては真犯人が誰なんだっていうのを最後まで追っかけてもいいと思う。まあいいね、うん、なのでいろんな楽しみ方で最後まで楽しんでいただければと思います、うん、その横に僕ら置いといていただければと思います。はい、ということで終わりました。終わりましたね、やばい、完結だ。、はい、これちょっと最終回泣いちゃわないですか。いや、本当になんかちょっといろいろ感慨深くて。いや、マジで泣きそうよね。正直今日コメント読んでる時からちょっと泣きそう。もう来てる、はい、やべ、終わっちゃうよと思って。いや、ほんまに。そうだよね、確かに、もうガッツリ考察するのは終わったのか。そうよ、そうだね、最終回の動画って結構答え合わせに近いから。いや、そうだ、そうだ、そうそう、なんか頭ガーって悩ませたのももう今ではいい思い出です。いや、いい思い出、そうだよね、本当にそう。ということでね、一応日曜日にね、まあ、最終回前の最後の動画は上がりますので、そちらでより思い出に浸りながらね、こんなことあったねって話しながら最終回に向かっていけたらなと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。というわけで20話、皆さんの楽しみ方で最後まで僕たちと楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。というわけで以上、ロクロックでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画少しでも楽しいなと思ってくれた方はぜひとも登録ボタンお願いいたします。ということで最後にサク、はい、誰もが想像できない最終回衝撃の真犯人誰ですか。ワンヌムなったな、ワンヌム急にだ。